原農薬の一目惚れと、あと無農薬無施肥で亀の王と朝日と命の市という品種を作っております。一目惚れは皆さんご存知のように、あのもちもちした食感が美味しいとされてるお米なんですけど、亀の王と朝日という品種は、お米のルーツをたどると6品種にたどり着くんですけど、そのうちの2品種で、明治時代によく作られていたお米です。今のお米はもち米の品種が主流なんですけど、この亀の王と朝日っていうのは純粋なうるち米で、もちもちはしてないんですけど、さっぱりとしてサラサラと食べれる感じですね。命の市っていうのは、飛騨の方で作られているお米で、コシヒカリのだいたい 1.5 倍粒の大きいお米になっております。無農薬と無施肥というと、まあ皆さん全然できないんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、一応植えてしまえば収量の多少はあるんですけど、まあ育ちます。まあ、ただ田んぼの中に草が生えるので、それの除草するのがまあ一苦労ですね。6月から、取水前くらいまではもうほぼ田んぼの除草をしている感じですね。除草するのはまあ機械を使ってるんですけど、まあ普通のお米を作る苦労に比べると、まあ50倍くらいかかるのかなっていう感じはしますね。いただきます。食べた瞬間にお米の味が広がって、形もお米の粒もしっかりしてて、シンプルな塩で一緒に食べてみたいなと思いました。本当にお米の本当の味が引き出されています。こんな美味しいお米が朝とか帰ってきた夜とかに、こんな美味しいお米を食べて暮らせたら、本当に毎日元気に過ごせるんじゃないかなと思わされる、とっても美味しいお米でした。こういうふうに手間暇かけて作ったお米なので、ぜひ皆さんに食べてみてほしいなと思います。よろしくお願いします。